モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。今回はね、ドリーム PC の組み立ての続きをやっていきたいと思います。前回はファンとマザーボードと CPU を取り付けたと思うんだけど、今回はね、メモリーつけていこうか。はい、ということで使用するメモリがこちら。これはね、T-Force っていうのかな。なんと駆動数が 3000MHz。そして 8GB2 枚の合計 16GB になります。はい、こんな感じで。もうね、シャア専用って感じ。次は電源つけていこうか。はい、ダーン。使う電源がこちら。NGXT の E850 という電源でございます。じゃあね、使用する電源ケーブル先に挿しちゃいましょう。はい、じゃあ挿していきまーす。CPU 補助電源と24ピン挿しまーす。はい、OK。ガシーンと。はい、OK。ここ。このミニ USB ってやつね。それに、これを挿しまーす。はい、OK。で、片割れはマザーボードの USB2.0 に挿す。こんな感じで OK。 はい、じゃあ準備できました。セットしていきましょう。ケースがね、下も上もメッシュになってるから、下側ファンにします。で、4点止めていきます。そしたらば、よし、表面下準備完了。裏側のストレージ先につけちゃおう。今度表面やっていきましょう。24ピン主電源つけちゃいましょう。絵を切って、 USB2.0 のところに取り挿していきます。よし、 OK。 で、あとは CPU 補助電源。よっしゃ、いった。で、あとは GPU の補助電源だけなので、裏配線ちょっときれいにしていこう。じゃあね、このたるみとかを取っていきましょう。よし、できた。こんな感じ。じゃあ簡易水冷つけていこう。はい、使用する簡易水冷がこちら。クラーケン X53 という海水冷でございます。じゃ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 。まずは取扱説明書が一つ。よいしょ。240mm のラジエーターになるね。こんな感じ。あ、横に NGXT って刻印がついてるね。いいね。フィンを触らないようにくるんと。はい、こんな感じになっております。でね、この水枕の部分なんだけど、これ電源つけるとね、めっちゃ綺麗なの。ここだけ RGB つけてみることにした。超オシャレだから。ちょっと待って。そしてラジエーターにつけるファンが2つ。これね、着せ替えできるパターンだね。ちょうどいいね。着せ替えしよう。続いてファンと電源と RGB のケーブルが1本です。インテルか AMD のソケットのやつ。ってことで、このラジエーターにファンを2つ取り付けていきます。空気を取り込むのはフロントからで、上、後ろ、下排気にしてみようか。こちらのネジを使ってファン固定していきます。こんな感じでファンがついたんだけど、ここのリング外しちゃおう。はい、こんな感じね。よいしょ、真っ黒になったね。で、2つ目のこれ、はい、こちらつけていきます。はい、こんな感じ。めっちゃおしゃれっしょ。いいね、これいいね。ってことで、フロント側についていた付属品、これ使っていくよ。こちらのネジとワッシャーを使ってラジエーター固定していきます。そしたらはめ込んでいきます。あ、いい感じ、おしゃれじゃん。じゃあここ2箇所はめていきます。よし、できた。そしたら水枕関係のケーブルつけていきます。まずね、ここにマイクロ USB があるね。こちらのケーブルのこれを挿していきます。はい、こんな感じね。で、先っぽが USB2.0 だね。で、次にここ、これはもう一つの付属ケーブル、これだね。これをここに挿していきます。はい、こんな感じね。そしたらね、こう3股に分かれてるんだけど、これは SATA 電源、左がこれファンだね。で、一番最後、これは NGXT の専用 RGB コントローラーに挿すケーブルなんだけども、今回はないので使いません。ってことで、水枕の線がもろもろさせたので、最後ブラケットつけていきましょう。まずね、1、2、3、4箇所のネジを外していきます。そしたらこのブラケットが外れちゃうので、押さえながら、よいしょ、こちらのネジつけていきます。今1つテストでつけたんだけど、このネジね、左の方がボカンってなってて、右の方が細いんだよね。このボカンってなってる方を穴に装着します。こんな感じになるからね。じゃあ残りの2つもつけていきます。はい、こんな感じになりました。で、この水枕のここについてるのがインテルのブラケットになるので、この
ブラケットを外して AMD 専用のブラケットに交換します。で、外し方は簡単、ひねればいいだけで、引っ張るとポンって取れる。ほら、こんな感じで簡単でいいね。じゃあこっちつけていきます。つけ方も簡単、ひねればいいだけ。じゃあ取り付けていきます。あ、ちょ待って、グリス塗り替えてあげよう純正グリスがダメって言ってるわけじゃないんだけど、ちょっといいのあるからそっちつけてあげよう。えい、拭き取ります。よし、めっちゃ綺麗、輝いてるね。じゃあ DX1 塗ってあげよう。塗るよ。はい、こんな感じね。はい、じゃあ乗せていきます。で、最後このネジで締めていきます。はい、OK。 そしたらね、これ剥がしちゃうね。薄く見えるかな、MGXC って書いてあるの、わかるかな。これね、こうやってやると向きがね、調整できるから、こういう風にね、ずれても大丈夫。はい、じゃあ簡易スイレつけ終わりました。線どうにかしていこう。ねえ、このギガバイト、いった、きっこのギガバイトのマザーボードってさ、ファンコネクタ少なくない？そう、あ、こんなところにもう一箇所ある。え、少なくないか、痛い。これじゃ全部刺せないね。さあどうしよう。はい、私の引き出しに入ってた二股のファンコネクタの分岐になってるやつ、これ使っていこう。よし、配線系大体終わったんだけど、ちょっとここ気になってるんだよね。これこの簡易スイレのホースの部分、正面で見るとね、こんなになっちゃうんだよ。これが被っちゃうの、この素敵なところに。でね、ここが自在なやつだったらこうグイン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 角度決めれるんだけど、ここ直角だからこうしか出せないんだよね。ってなるとこうなっちゃって、ここは自在なのよ。ここは自由が効くんだけど、ちょっとこれ考える。はい、位置変えてみた。配線側を下にしてみた。自然に上に跳ね上がる感じになるかも。ここ難しかったね。自在だったらよかったんだけど、でもなんとかなったんでよかったです。じゃあ最後、GPU 取り付けていきます。モカ太郎の動画、ごめん、あのカメラのメモリーマックスになってたごめんね。じゃあね、最後 GPU 取り付けていきましょう。使う GPU がこちら、じゃん、ギガバイトの GeForce RTX 2070 スーパー、こちらを装着していきましょう。ダダ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 、まず取扱説明書もろもろがいっぱい。ドライバー、えい、よいしょ。はい、見て見て、これね、あのね、白選んでみたの。これね、実は限定色みたいで、ちょっとよく見てよく見て、すごい真っ白じゃない、素敵じゃない。で、こういう後ろバックプレート、バックプレートもね、すごい真っ白なの、綺麗だよね。で、GPU 補助電源が6ピンと8ピンになってるね。で、3連ファンになっています。でね、ブレードがかなりいかついんだよね。で、真ん中のロゴもね、ピカピカしてる。ということで、こちら装着していきましょう。拡張スロット、ネジ2つ外していきます。あ、これあれなんだ、立ち出しスロットも外さないといけないのかな。よし、きた、ガシーンと収縮系できた。あ、いい感じ。あ、素敵、めっちゃいいね、この白と白。あ、いい、とてもいい。じゃあ補助電源つけていきます。よし、きた。でね、このプロンプロンしてるところをちょっと隠します。後ろ側はこんな感じで決まりだね。蓋していこう。よいしょ、あー、いい感じ、すごい綺麗だね。じゃあ反対、はい、正面ね。あ、いい、いいね。横がね、見て、この簡易水冷のファンのおしゃれさ。で、こう後ろ、やば、超かっちょ、まおしゃれ。じゃあガラスつけていこう。でね、ガラスの表面にペリペリシール貼ってあるんで、受け取ったらペリペリシール自分で剥がしてね。ここはあの簡単に剥がせるから、外からね。よし、しまった。ペリペリシール、あのここからピーって剥がせるから、ピーってね、ここ楽しんでください。じゃあ最後のネジつけていきます。はい、完成できた。じゃあ早速電源つけていきましょうこれで電源つけてプシューとかなったら、もう私はびっくりするよ、非常にびっくりする。よいしょ、おー、きた。ちょっと想像以上にかっこいいよ、やばすぎる。
あのね、ここすごいね。奥行きがさ、トンネルみたいな感じに見えるんだよね。しかも横のさ、白いファンもおしゃれだよね。これさ、いいよね。で、ちょこっとここがね、赤く RGB が光ってて、このメモリとマッチしてるんだよね。で、白が全体的にバランス取れてていい感じ。あー、素敵。あ、モニター映った。映った。はい、そしたら OS 入れていきます。はい、バカーンと、こちら。よいしょ。使っていきます。あれ、これ通れない。どうしよう。ちょ、待って。待って、よいしょちょっと待って、このプロダクトキーなんだけど、あの後でねよく使うことになるから、この中入れとくから、あの大切にしまっといてね。このお住まいの地域はこちらでよろしいですか、あの日本選択のところで止めとくから。だからこれを受け取って電源つけた時にこの画面になるから、自分がどこに住んでいるのかとか、こう個人情報を入力するところで止めとくね。ってことで最後にBIOS確認します。うん、大丈夫そう。詳細モードを見ていきます。うん、大丈夫そうだね。 OK、 じゃあ保存して設定終了します。最終チェックおしまい。はい、よし、じゃあ梱包していきましょう。よし、やー、ガムテープ、ガムテープ、はいはい、よいしょ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 、こんぐらい貼っとけば大丈夫でしょう。もうちょっとやっとこうかで、今まで使った空き箱等で、これで2箱目で、これはおまけはい、ということで視聴者さんのあの PC を組み上げることが無事完了しましたよかったということで、あのこれ受け取ったら、あの使い倒してください。今回は視聴者さんとモカタロウのコラボ動画でございました。それではありがとうございました。バイバイ。